ノゲーラデラムインは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカでオーレンセに属する、また、リベーラ桜地域を構成する自治体でもある。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は、住民故障は、規範では認められていないが、男女同系のラムイ年セが使われる。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は、 割合は97.66%。ノゲーラ・デラムインは、オーレンセ県の北部に位置し、コマルカでオーレンセに属する。北が、バントン、ソベールと、東がパラーダでシルと、南がオペレーロで、アギアール、エスモス、シュンケーラでエスパダネードと、西がアペローシャの各自治体と隣接。ノゲーラ・デラムインは、オーレンセ司法管轄区に属す。自治体市長は、 ガリシア国民党のホセセサルパレンテ、ペレス、自治体表議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア民族主義ブロック、1、ガリシア社会党、1となっている。ノゲエラデラムインは12教区に分けられる。ありがとうございます。